早かったな。この扉の鍵は僕が持っている。この鍵を見つけたのもキャスランの占いのおかげなんだ。よし、入ってくれ。見てほしい、この女性を。彼女は死んでいるわけじゃない。この水は永遠の水というものだ。調査の結果、中に入ったものの時の流れを止めてしまう力があると分かった。つまり、彼女は囚われているんだ。生きたまま、この水の柱の中に。この女性の存在を隠すためにここは禁断の地とされたのでしょう。私の占いによればこの女性は高貴な血を持つお方と出ています。きっと何かの事件に巻き込まれこのような目に。おい、その占いを聞いて城の中を調べさせたらいつ書かれたのかもわからない古い書物が見つかった。そこには一人の王女が行方知れずになったと書かれていたよ。とても偶然とは思えない。彼女は我が王家の一族なんだ。だから僕は彼女を助けようと思う。だがこの永遠の水を何とかしない限り彼女に近づくことすらできないんだ。占いが示した君がここに来れば何かが起こるかもしれないと思ったが、残念ながら何も起こらないようだな。諦めてはいけません、王子様。今こそ新たな占いをしてみましょう。そうだな、今はどんなことでも手がかりが欲しい。やってみてくれるか、キャスラン。では早速。出ましたわ。王家の者の歌う刹那の歌が眠った時を目覚めさせるだろう。王家の者、刹那の歌。刹那の歌とは何だ。恵みの歌と同じようなものなのか。歌のことなら母上が何かを知っているかもしれないな。僕は母上のところに行ってくる。刹那の歌のことを聞き出してこよう。
母上、刹那の歌のことを教えてください。なぜお前が刹那の歌の存在を知っている？やはり母上も禁断の地に囚われた女性が刹那の歌で救えることを知っているのですね。刹那の歌は我が王家に伝わる歌、千年の間歌うことを禁じられた歌だ。王家の者としてわらわはその禁を破るわけにはいかぬ。あの女性も我が王家に連なる者なのでしょう。彼女は永遠の水の中で今も生きています。このまま見殺しにするおつもりですか？確かにあの娘は王家の血を引く者だが、永遠の水から解き放つことはまかりならぬ。二人とも、そんな怖い顔はやめて、もっと朗らかに行こうじゃないか。なあ、オーディス、お前ももう大人なんだ。少しは分をわきまえるということを覚え。あなたが甘やかすから、オーディスが調子に乗るのです。うん、おお、謁見の者が来ておるようですな。待たせてはいけません。謁見はせぬ、引き取らせよ。毎回すまんな、旅の者よ。謁見はまた後日ということで。それよりもだ、そなたは王子に力を貸しているのだろう。王子ならまた調査団の詰め所にこもっているだろう。様子を見てやってはくれないか。君も聞いていたと思うが、母上は刹那の歌のことを教えてくれなかった。もう母上には頼らない。僕が刹那の歌を歌って彼女を救ってみせる。そのために何としても刹那の歌の在りかを見つけ出さなければ。一つお聞きしたいのですが、刹那の歌のことを知っている者は女王様しかおられないのでしょうか？もしかしたらここの調査員の方たちも何かご存知なのではないかと。そうか、彼らにも聞いてみるべきだな。エリーゴ調査員、ちょっと来てくれ。ご用でありますか、王子殿。小生は今資料の整理に余念がないのでありますが。君は調査員の中でも古株だ。誰よりも多くのことを知っている。刹那の歌という歌について君が知っていることはないか？小生は存じません。お役に立てず申し訳ないであります。もし母上に口止めされているのなら、そんなことは気にしないでいい。知っていることを教えてくれ。小生は何も存じません。君に迷惑はかけないと誓う。だから教えてくれないか？
了解であります。遥か北東の地、ブーナー熱帯雨林の南にシーカの遺跡という遺跡があるのであります。王家の方は王位を継ぐとそこへ向かい、歌を継承なさると聞いたであります。おそらくは刹那の歌もそこに。よくぞ教えてくれた、エリーゴ調査員。ブーナー熱帯雨林、シーカの遺跡だな。行くつもりでありますか、王子殿。ブーナー熱帯雨林は魔物の徘徊する危険な土地なのであります。そうか、そういうことか。キャスランの占いに君の協力が必要と出たのはこのためか。君の望みはこの国のキーエンブレムだろう。ならばそれを君に送ることを約束する。だから改めて頼みたい。僕たちと共にブーナー熱帯雨林へ足を運び、魔物から守ってくれないか。おお、ありがとう。よし、すぐに出発しよう。ブーナー熱帯雨林はこの城の北東、かなり歩いたところにあったはずだ。よくやってくれた。君が魔物を蹴散らしてくれたおかげで僕たちは安全に来ることができた。ここがエリーゴ調査員の言っていたシーカの遺跡なのだろうか。あれはなんだ。かなり古い石碑のようだ。何か文字が書かれているな。これは。この石碑にはベリナード王家に伝わる歌のことが書かれている。ここがシーカの遺跡と見て間違いないな。だがこの石碑には肝心の刹那の歌の内容が書かれていない。よし、遺跡の北側から順に調べていこう。魔物の危険は変わらない。みんなはぐれないようにな。
最強に近づいたな。キレが増したみたい。朝飯前だ。わし好みにしてやるです。余裕だね。君、何か見つかったのか？あの石碑は、もしや、あれがそうなのか？おお、この石碑には、刹那の歌の内容が書かれている。これで僕は刹那の歌を覚えられるぞ。何が起こった？我が名はシーカの守り手、歌を見守り歌を育む者なり。王家に伝わりしシーカを求める者はその力を我に示さねばならぬ。万人がいるとは。ここが正念場だ。共に戦い勝利を得よう。キャスラ、下がっててくれ。我の相手をするのはお主らか。ならばその力存分に示すがよい。歌を見守り育む者なり。やってやるですよ。精霊さん、力を貸して。それ祝福を。足並みだ。Thank you.
王家の血を引きし者よ。そしてその志を受けた勇気ある者よ。願わくばお主が真にシーカを継ぎし者となることを我は望む。さすがだな。君がいてくれて本当に助かった。シーカの守り手よ。僕はベリナードの王子として真にシーカを継ぐ者になると約束しよう。よし、これがせお歌が頭の中に流れ込んでくる。よし、覚えた。これで僕は彼女を救える。彼女の元へ急ごう。君にもぜひ立ち会ってほしい。永遠の地下迷宮まで一緒に来てくれ。